皆さんどうもこんにちは、タイヤ一番いいぞ、純平です。はい、またまたやってまいりました第3弾ですね、今回、もう早速入るんですけど、紹介するホイールはこちら、SSR GTX04 です。はい、これもですね、2021年のニューモデルの方になってます。で、まあ、またまたこれもですね、以前の動画で紹介させてもらったホイールなんですけど、今回もこの1本にピックアップして紹介させていただけたなと思ってます。で、まあ、これがですね、サイズバリエーションの方から入っていきます。これが18、19ですね、の2パターンあります。で、まあ、もちろん海外、サイズだったり、輸入車用だったりとか、105系だったり、適用車種で言ったら GTR だったりスカイライン、もちろん 86BRZ なんかにすごく似合うホイールなんじゃないかなと思ってます。で、これがですね、標準カラーがダークガメタになります。で、付属パーツがアルミ製のバルブと FFTR ステッカー、ここに貼ってあるやつですね。わかりますか？ここに貼ってあるステッカーが、ついてあるようなホイールの方になってます。で、これがですね、フェイスデザインっていうのがですね、これが、どうなるのかな、SC っていう、かなりちょっと落ち込んでるようなフェイスデザインになってます。で、ちょっと中間で ミディアムになってます。ちょっとフラットな感じのやつ、フェイスデザインもちょっとによってですね、ちょっと立体感がかなり変わってくるようなホイールになってるんじゃないかなと思います。で、まあ、これもですね、もちろん、ベンツだったりとか、アウディだったりとかっていうのにもすごく合うんじゃないかなと思ってます。で、これまだうち、まだつけたことないんで、ぜひよかったらですね、これ、すんげえ似合うと思うんで、よかったら、これ、まあ、これもまたサンプルなんでですね、またちょっとどっか行っちゃうかもしれないんで、まあ、よかったら見に来、来たいっていう方は、ぜひ東電の方に足を運んでください。お願いします。はい、まあ、今回まあ軽く説明っていう感じなんですけど、まあ、一番はですね、もううちに来てもらって、これありますか、これちょっとよかったらマッチングしてもらえないですかっていうふうにお声いただいた方が僕たちもテンション上がるんで、ぜひですね、東電の方にお越しください。はい、今回の動画もこれで終わりたいと思います。はい、それではタイヤ一番インスト、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それではタイヤ一番インスト、純平でした。ありがとうございました。